団体専用列車。団体専用列車。団体専用列車。通称、団体列車とは、学校、企業、組合などといった、特定集団、団体が旅行する際に、一般客と乗る、普通の旅客列車と別に設定されて貸し切る、列車、鉄道車両の総称名である。専用の列車が設定されるものについては、臨時列車の一種でもある、団体臨時列車。 団林と略される。団体列車は、形態別に、以下のように分けられる。かつて、日本国有鉄道、国鉄では主に修学旅行用途として、団体専用車両を保有していたが、現在の JR 旅客各社は、ジョイフルトレイン以外に特に専用車両を用意していない。営業距離の長い近畿日本鉄道、近鉄は、以前から団体専用車両を保有し、 現在も保有、運用している。他の鉄道事業者でも、車両を貸し切って、団体専用列車を仕立てる場合がある。JR グループの場合、個人や少人数といった小口グループが利用する、団体専用列車を運行させるのは、かなり難しく、大手旅行会社が、編成単位で一時買取を行い、中小旅行会社に小口分割で再販売、リセールを行うビジネスモデルも盛んでない。 修学旅行の生徒、教師、添乗員の輸送を行うもの。昨今では少なくなっているが、かつては専用の車両、列車も多く設定され、さらにはあらかじめ時刻が決められていた。定期列車に準ずる、日ので、希望などといった、修学旅行集約輸送臨時列車の設定も見られた。詳しくは修学旅行列車を参照。選抜高等学校野球大会。 先場図、春の甲子園、または全国高等学校野球選手権大会、夏の甲子園で阪神甲子園球場へ向かう観客、多くは出場する、高校周辺の駅などで JR 支社主催旅行の形で募集されるの輸送を行うもの。性格上、輸送客量が多くなるので、専用列車が仕立てられることが多い。甲子園林と総称して呼ばれる。 設備などの関係から行き先は大阪駅がほとんどで、その場合には二次交通として、梅田駅から阪神線あるいは貸切バスで甲子園球場へ向かうことになる。甲子園口駅、同駅から球場まではバスで10分、約 2km 程度へ向かうものも少ないながら、設定され列車の折り返しに使用できるホームも同駅にある。ただ、1990年代以降は、 貸切バスで地元から直接甲子園に向かうケースや新幹線や航空機を利用するケース。この場合は新大阪駅や大阪国際空港などから貸切バスで甲子園に向かうことが多い多くなり、さらには2015年の北陸新幹線、長野、金沢開業後は並行する北陸本線、金沢直江津が第三セクター鉄道に関されたことからこの区間で、 それを運行することが困難になったことなどもあり、専用列車の運行は年々減少傾向にある。各地の団体発毛で客を、神社、仏閣などの最寄り駅まで輸送する者、このうち高尾山萌音有機寺への発毛で客を、高尾駅に輸送する者を、高尾林、成田山新勝寺への発毛で客を、成田駅に輸送する者、成田林、 鎌倉の鶴岡八幡宮などへの初詣客を鎌倉駅へ輸送するものを鎌倉林と呼ぶ。専用列車の設定が多く、その使用車両にバラエティがあるのが特色。やはり JR 市社主催旅行の形で募集される。なお、成田林については、過去には京成電鉄でも不定期急行及び特急として設定されており、現在でもシティライナーとして運転されている。 これとは別に、東武鉄道が自社市会社である旅行代理店、東武トラベルのツアーの形で、東武本線運営線から、京成本線京成関谷駅に連絡する東武、伊勢崎線、牛田駅発着で運行されている。また、この列車に連絡する形で、京成本線でも団体専用列車が運行される。高尾林についても、京王電鉄でも、終夜運転時に設定されている。 1961年、昭和36年より国鉄が旅行会社と提携して、あらかじめ定められたモデルコースを専用の優等列車で巡る観光ツアーを募集し始め、同年3月1日からその初の観光団体専用列車となる南観光団体専用列車が運転を開始した。同年10月1日の三六島と呼ばれるダイヤ改正では、東京、大阪を中心に、 全国各地に設定区間が拡大され、その中には特徴ある運転区間のものもあった。当時の時刻表に掲載されていたものを下に記す。1964年昭和39年10月、この東海道新幹線が開業した時のダイヤ改正あたりが観光団体専用列車の最盛期で、前期の列車のうち京都観光団体列車は、 関西第二観光団体専用列車と改称し、大都も近世に併結となり、南紀観光団体専用列車は下りが、東京駅滝駅間で、急行列車、那智と併結に、上りは白浜口始発となって、奈良駅東京駅間で、急行列車、大和と併結に、それぞれ変更となっている。品野、日光観光団体専用列車も、新越。 日光観光団体専用列車と改称された。また、夏季のような列車が新しく設定された。翌1965年、昭和40年10月1日のダイヤ改正では、夏季のような列車の新設や、名称の変更、運転区間の変更などが見られた。さらにこの時、観光団体専用列車の表記も、時刻表上では多くが、 観光団体列車に改められている。しかしながら、次第に団体旅行でも新幹線仕様が一般的となったことから、これらの観光団体専用列車は廃止されるか、一般の列車に転換されるかのいずれの道を歩んでいくことになった。まず1967年、昭和42年10月1日のダイヤ改正で、下記のような列車の廃止。 一般列車への転換などといった動きがあった。そして、1968年、昭和43年10月1日に、四三島と都市月をとって呼ばれるほどの大規模なダイヤ改正が行われ、その際再び火器のような整理がなされ、観光団体列車と称する列車は消滅した。戦後の高度成長時代に、東北など地方の中学、 高校新卒者の集団が東京など都市部の工場などに就職するために運行された専用臨時列車。1954年、昭和29年から1975年、昭和50年3月24日まで運行された。北海道、東北、新越地方からは東京、上野駅、九州、中国、四国、北陸地方からは大阪、 名古屋へ向かう列車が多かと言われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。